海さんも好きだね。海大好きです。ばあちゃんの豚汁も大好きです。よし、海から上がったらたらふく食べな。温まるぜ。うん、いっちきます。待ちな。うびょ。なんだいそりゃ。秘密兵器。そうかい。いっちきます。おうよ。
天気もいいし、バイクの練習っつうわけだ。はい、この辺の散策がてら海を見に。海を見にね。え、缶ジュースでも飲むかい？え、こっちさね。よっ、はいよ。ありがとうございます。知らない学校、知らない人の群れ。あれ、バイクの免許取った？いいな、俺も欲しいよ。
い。各自クラスと出席番号を確認して下駄箱を間違えないようにな。見えませんぞ。私の新しい生活がここから始まる。1年2組。全てが新しくて、私が知っているものが何もない世界。1年2組3番、ここでいいんだよね。下駄箱確認よーし。この子、さっきの。うぴょ、これは次のエントリーポイントだ。エントリーポイント、うぴょすごい。すごく凝ってて可愛い。これは貴重なマップを手に入れました。貴重って、中はただの校内案内図で。うん、つまりこれは今日から3年も通う未知の世界のマップでしょ。未知の世界、確かに素敵な宝物です。それに新入生を楽しませようっていう先生の愛を感じます。そう、まずは廊下を見、こっちです。おお、地図の通りだ。目指すは4階。登れや登れ。生徒を楽しませようっていう先生の愛か。ば、なんだか前向きな子だな。そしてこの廊下をまっすぐと、まもなく目標に到着だよ。前向きというより、なんというか楽しそう。うぴょー、ここが私たちの今日のダイビングポイントです。いざエントリー。うぴょー、すごい。はあ、なにこれ、すごい、全部チョークで書いてある。先生の愛です。自分の席確認よーし。小日向さんっていうのか。私の席の後ろだ。机確認よーし。椅子確認よーし。これから1年よろぴくね。席、真後ろだね。あ、うん。あっちも新しい学校始まってるんだよね。元気かな。二人は同じクラスになったかな。はい、全員自分の席についてください。はい、このクラスの担任は私、香取マトと言います。これから1年間、長ければ3年間、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生のことをいろいろ知りたいでしょうが、それはまあおいおいってことで、まずは友達同士、君たちの自己紹介から言ってみよう。それじゃあ窓際から行こうか。皆さんはじめまして、青柳一子と言います。いちごではなく、いちこです。いきなり自己紹介、やだな、人前で喋るの苦手なのに。どうしよう、すぐに私の番だ。大丈夫、みんなも緊張してる。
はい、次。井口真理です。なんて言おう、引っ越してきたこと、前の町のこと、そんな話きっと面白くない。趣味も別にないし、好きなもの、ダメ、何も出てこない。そんな感じでよろしくお願いします。よし、次。じゃあ続けて。では改めて、私小日向光と申します。中学の時は無駄に明るいってことでみんなからピカリと呼ばれてました。趣味はスキューバダイビングです。これから1年間よろしくお願いします。はい、じゃあ次。佐藤っす。叩かれても全然動じてないし、あんな風に喋れるなんてすごいな。高校生になっても同じだ。他のみんなみたいにうまくやれない。本当にダメだな。大木ふたばさん、あだ名は何ですか？特には。おう、つうことでよろしくお願いします。はい、これで全員自己紹介終わったな。はい、じゃあ次は教科書を配ります。並んで順番に一冊ずつ取ってってください。なんか近くに気配を感じる。髪サラサラでとても綺麗。どうも。はい、ということで高校生になった諸君らは今日から自覚を持って日々勉学に励みなどというお堅い話はぶっちゃけ二の次でいいのです。泣いても笑ってもあっという間の高校3年間、どうするかは君たち次第。勉学に励むもよし、部活に精を出すもよし、ひたすら遊び倒すもよし、一番大切なのはこの学び屋で3年間君たちが毎日を楽しむことです。楽しいは最強、楽しいは正義、そして楽しいは無限大。これから3年間たらふく食べて、たらふく寝て、たらふく楽しむように。以上。先生今いいこと言った。いいこと、いいこと言ったよね。よくわからない、
楽しいこと、ここにそれがあるんだろうか。では諸君、明日からの学校生活を全力で楽しむように。はい。テコ、テコはさ、どの教科書の香りが一番好き？え？教科書の香り？わあ。どうだった？国語？いや、一緒。そうだよね。国語が一番だよね。楽しいは無限大。正直言うとよくわからなくて不安の方が大きいけど、初めてだらけのこの街に馴染むことができたら、いつかそう思える日が来るんだろうか。世の中何が起こるか分かりません。だから楽しいのです。まさに一瞬先は光。次回アマンチュ、光といけないこと。いけない、いけない。